ウベ鉱山株式会社は日本の大手総合科学メーカー。略称はウベ。証券業界では、ウベ京、拠点がある山口県西部では単に鉱ーと略される場合も多い。ウベケミカルズアジア社ウベ地区の主要炭鉱であった沖の山炭鉱を起源とする複合企業体である。化学製品だけでなく、セメント、石炭等も供給している。社名にある鉱山には、 地域社会に有用な産業を次々に起こすという意味が込められており、上京道議会の長老であった紀藤官之助の案を、俵田,田名が採用したものである。社名の通り、同社は創業時より、各々の事業だけでなく、教育機関や公安、ダム、上水道の整備等を通して、地域の社会資本整備に大きな役割を果たしてきた。旧三和銀行を、 メインバンクとする企業から構成される、サミズ会とその後新社長会である水曜会及び、緑会の主要構成企業であり、かつては、日立造船、定人と共に三話を参加と呼ばれていた。その関係上、宇部市には、山口県内唯一の旧 UFJ 銀行の支店が存在している。2021年4月30日、同社は、さらなるグローバル展開を目指すため、 2022年4月1日に社名を宇部高山から宇部に変更すると発表した。また来年4月には長らく同社の中核事業であったセメント事業を三菱マテリアルと統合する予定であり、機械事業はすでに分社化しており、化学事業を中核として再出発を図るとしている。山口県での生産拠点が宇部地区と伊佐地区に分散しているため、 両工場を結ぶ全長2 8トルの企業専用道路と、宇部港にかかる1トルの橋梁を所有しており、一企業の建造物としては異例の規模を誇っている。委員会等設置会社ではないものの、取締役会の内部委員会として、指名委員会及び評価、報酬委員会が設置されている。また、執行役員制により、経営の意思決定。 監督機関としての取締役会とその意思決定に基づく業務執行機能の分離が図られている。1999年によりカンパニー制を導入している。生産拠点宇部区工場群主な生産拠点と、その所在地、主な生産品目を一家に示す。同社は証券コード上では価格工業に分類されているが、実際の事業内容は多岐にわたっている。 現在、同社グループでは、各事業活動を、以下の部門で行っている。宇部興産のミキサー社電力ビジネスユニット一部、発電所、渡辺沖縄記念公園内に建立されている、渡辺助作王像宇部本社1号館左端の建物がかつて、東京本社として使用していた、旧宇部ビル、宇部興産の創業年は、沖の山単鉱設立の1897年とされているが、 沖の山炭鉱をはじめとする、宇部村の炭鉱軍の起源は、江戸期の元禄時代の頃より始まった、生炎用の最短事業まで遡る。これらの炭鉱軍は、明治期に入り、山口藩石炭局による統制の下で、同藩軍艦用の燃料に供された。西洋からの最新技術が導入されるようになると、急速に発展するが、1872年に、 石炭局が廃止されて、以後は石炭局の主任者であった福井忠次郎が合資会社を作り、航空券を管理していた。これを旧宇部領主福原や第24代の福原、薫山が買い戻し、吉山の死後には宇部共同議会に無償状と管理され、その中から沖の山炭鉱が誕生した。 このような公益目的による設立の経緯から沖の山炭鉱は当初、宇部式匿特命組合といわれる独特の組織形態を採用していた。また、1974年の商法改正により多くの国内企業が年2回決算から年1回決算へ移行する中、同社は株主総会の回数が減ることにより、 地元株主の楽しみを奪うことを避けるために1982年まで年2回決算を続けていた。2017年3月末現在の子会社及び関連会社数は155社である。主な企業は以下の通り。子会社た、持ち分法適用会社出資会社過去のグループ企業1971年2月の日経サイエンス創刊以来、同市に 蝶の世界と題したシリーズ広告を掲載している。この広告は、科学ジャーナリストの江里明リ・が、科学者へのインタビューを行い、最先端の科学情報を黒いは、数のイラストと共に紹介するものである。1978年1月からは、社員の海外滞在体験を記した記事広告と、トピックス、テレックスを文芸春秋に掲載している。また、かつて、 日本テレビ系列で放送されていた、大倉大臣アワーやテレビ、東京系列、出没、アドマチック天国等の番組提供を行っていた、他、水着キャンペーンガールを採用し宣伝活動を行ったこともある。企業 CM に登場するキャラクターとして、ウベドックがある。全身が、 ウベコウさんの素材でできた犬型ロボットとの設定で、ロボ君の愛称が付けられている。ウベドック登場以後のウベコウさんの企業 CM はすべて CG で描かれており、ウベドックも CG のキャラクターである。キャラクターデザインは、大友勝博。制作された CM は、ウベコウさんのウェブサイトで公開されている。ウベドックと、渡辺沖縄記念会館をモチーフにした、記念館の見える。 マチウィズ・ウベト・オクロボクンという洋菓子を、ウベ市内の創作洋菓子店である、創作洋菓子のロイヤルが発売している。これは、地産地消の推進を目的に、山口県内の食材を使用して作られたもので、パッケージには、ウベドックが使用されている。ウベ高山及び、同社の全身企業は、ウベ市及び、周辺地域における、公共施設や、教育機関といった、 社会資本の整備にも携わっている。なお、ゴルフ場事業の運営も行っていたが、2020年3月に市川工業に分割上とした。宇部鉱山の宇部地区工場群は、石炭化学や洋業といった幅広い産業の巨大装置だけでなく、国内最大の石炭貯蔵基地や大型タンカーが寄港する、企業専用岸壁、企業専用道路、 大規模な露天掘りが行われている石灰石膏山等も用しており、以下記述する宇部アイプラザ等と共に産業観光の対象となっている。2007年11月27日には、宇部本社1号館の1階に宇部グループの歴史や事業内容、先端技術の紹介を行う総合案内施設として宇部アイプラザを開設した。主に地元学校の社会科見学や、 産業観光ツアー等で活用され、見学には事前の予約が必要である。岡かみ貨物宇部こ山は、自社の専用道路である、宇部こ山専用道路の使用を開始するまでは、宇部地区と伊佐地区との間の物資輸送に、鉄道貨物を多用していた。両地区を結ぶ峰線、宇部線には、石灰石を満載した石炭車を長く連ねた。 専用貨物列車が昼夜を問わず多数運転されており、上本社前には事実上自社専用の貨物駅となっていた上港駅が設けられていた。上線、峰線の両線が地方交通線ではなく幹線扱いとなっていたのは、同社による貨物輸送によるところが大きかった。近年は、同社伊佐セメント工場から中国電力三隅発電所の間を往復する。 貨物列車が運行されていた。この列車はオカミ貨物と呼ばれ、写真撮影等に訪れる鉄道ファンも多かった。国鉄 DD51 系ディーゼル機関車が10連で、炭酸カルシウムあるいはフライアッシュを積んだ薄青色の貨車を牽引し、ミネ峰ミネ駅と山陰本線、おカ駅との間を山陽本線、山口線経由で運行していた。 2013年7月の水害に伴い山口線が普通となったことに伴い運休し、同社と JR 貨物との契約終了に伴い、そのまま廃止された。なお、宇部線、小野田線の一部の前身である宇部電気鉄道は、沖の山炭鉱の子会社であった。また、同社伊佐セメント工場専用線は、前身である伊サキ道を買収し、付設し直したものである。広報。 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。